こんにちは。美味しいものが食べたいよしです。今日はね、また餃子、最近餃子多いような気がしますよね。餃子やるんですけど、今日はね、映える餃子を作りますよ。どんな映えなんだろうか。ほんなら、いこめく。はい、こちら豚ミンチですね。こんなにたくさんもちろんいらないですからね。それとキャベツ、餃子の皮はね、大判っていうのをね、使っていった方がいいと思いますね。それからニラでしょ、あとはねガーリック粗挽きを使っていきます。それと、刻み生姜ね、これも使っていきましょう。なんか久しぶりの登場ですよねこれ。はい、味の素、醤油、それからごま油、あとはね、ちょっとうまみを これでちょっと補充してやりましょう。ソーミのシャンタンデラックスですね。それとね、ちょっとこれはどうなるかわからない、やったことがないんですけども、食紅を使ってね、ちょっとこう、この餃子の皮に色をつけたらどうなるのかなっていう、これちょっと実験的にやってみたいと思いますね。はい、こちらの機械で、もうあっという間にね、粉砕できますんでね、これ便利な機械ですよね。はい、ニラもねこれ1本もあれば十分ですよね。はい、あとは、本当はね野菜とかってギュッとこう水分絞ってやる方がいいんですけども、今日はねちょっとインチキしてそのままいっちゃいましょう。はい、もう肉も入れます。で、ここでねちょっと味を整えておきましょう。これお醤油とかねつけないで食べたいので、ここの時点でねしっかりした味をつけてしまいます。はい、ではね、これを練り合わせていきましょう。はい、ネタの方はね、これで出来上がりです。はい、それじゃあね、包みながら形も作っていきましょう。ちょっとこうずらして、くっつけてください。ちょっとこれ中身多すぎましたね。もっと少ない方がいいですね。はい、そしてこれをですね、
もうこの辺から水つけた方がいいみたいですね。はい、ちょっとね水をつけながらやっていきましょう。もう一個いきましょうかね。はい、こんな感じでまずは、白い方が出来上がりましたね。さて、こっからなんですが、これをね使って、ちょっと色をつけてやってみたいと思います。これまずどかしましょうか。はい、色粉を使う時はなるべくこういう陶器の器を使った方がいいと思いますよ。プラスチックだとね色が染み込んでしまいますんでね。これぐらいでどうかな。いっぱい跳ねちゃった。はい、ではねパーツが揃いましたのでね、また進んでいきましょう。こう比べていただくと分かると思うんですけども、この重ねてる部分、それから1枚だけの部分っていうのがねそれぞれに違ってると思うんですが、最初はねこう多く重なってる方から順に作っていくんですね。これが花びらの中心部分になっていくわけですね。そして徐々にこう広げていくわけですが、はい、じゃあ目こずれで、ピンクの方のバラも出来上がりました。じゃあこれをね、蒸し上げていきます。
はい、せいろがこのちっちゃいやつしか持ってないのでね、一個ずつしか蒸せませんけどもね、よいしょ。一つ心配はね、柔らかくなるわけですから、これが全部くたーっとこう広がっちゃうんじゃないかなっていう気がしなくもないですね。はい、じゃあね、完全に湯気の上がった鍋の上に乗せて、これを蒸し上げていきます。はい、蒸し上がってきましたんでね、ちょっと中覗いてみましょう。よっ、まあまあですね、これね。さあ、実は白い方はもうすでに出来上がっておりまして、ちょっと乾いちゃうといけないんでね、ラップしておきました。はい、こんな感じですよ。じゃあね、これをねお皿に持っていきましょう。よっ、熱々。はい、さあ、ちょっとなんか寂しいですね。なんか緑のものを持っていきましょうか。さあ、ちょうどね、ディルが冷蔵庫の中にありましたので、これ使っていきましょうか。なんかしおれちゃってるな。はい、ではね、花シューマイじゃないな、花餃子、完成です。はい、じゃあね、早速食べてみますね。まず、白バラの方からいきますよ。いただきます。めっちゃんこうめえ。ピンク色染まりましたね。美味しいもの食べてる時って本当幸せですよね。皮のもちもち感がもう半端ないですよ、これ。美味しかった。よくね、こんな花みたいにして飾りの料理を作るとね、食べるのもったいないとか言われるんですけどね、いやいや、食べてもらわないともったいないですからね、食べ物ですから。はい、今日もね、どっかからね、そんな、食べるのもったいないとか言ってね、聞こえてくるような気もしますけどもね。はい、そんな難しいことないです。これね、順番にこうやって貼り付けていくだけですからね、どなたがやってもこういう風に綺麗にできますからね、一度試しにやってみてはいかがでしょうか。いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。おまけっていうの、僕へのおまけじゃないですかね、これ。残ったね、餃子のあんと、それから皮もね、残ってましたんでね、蒸し餃子を作ってみました。あれ、中出ちゃった。はい、改めていただきます。
うわうん、あまあまあね、さっきと中身は一緒ですからね美味しいわけですけども、あこれうめえなけどめちゃくちゃ熱い。こっちも美味しかった。じゃあ今度こそね、バイバイ。